伊波ハ陽一は、日本の政治家。沖縄県選出の参議院議員、会派、沖縄の風幹事長。沖縄県議の安市長、沖縄県議会議員を歴任した。琉球臨時中央政府中上軍議の湾村生まれ。琉球政府立普天間高等学校、琉球大学理工学部物理学科卒業。1974年、議の安市役所に就職。 在任中、当時全国でも稀であった、自治体業務の電算化を手がけた。1996年、宜野湾市役所を退職して、沖縄県議会議員選挙に出馬し、初当選。2000年に再選。2003年、2期目の任期途中で辞職し、宜野湾市長選挙に出馬して当選する。2007年、宜野湾市長再選。 市長在職中、沖縄県内の地方自治体で、初めて中学生までの病院への入院費の無料化を実現した。2010年11月、人気満了に伴う沖縄県知事選挙に、自由民主党沖縄県連や公明党、みんなの党の支持を受ける現職の中井正宏、他沖縄県知事の再選を阻止するため、県内の革新勢力に押される形で、 岐野湾市長を辞職して立候補する。イハは、社会民主党、日本共産党、沖縄社会大衆党、国民新党、新党日本、政党創造の6党の支持に加え、民主党沖縄県連の支援も受けたが、現職の中井真に約4万秒差で大敗に決した。なお、中井真は4年前の知事選では、 普天間飛行場の辺野古沖への移設を容認していたが、この知事選では、県外移設を訴え、有力候補である中井真、伊波のいずれもが、沖縄県内への移設反対を主張した。2011年12月、全面に、伊波の公認の宜野湾市長に就任した、朝戸武氏が、心臓疾患の療養のため、市長を辞職。伊波は、 ギノ野湾市長選挙への出馬を表明し、共産、社民、社体3党の推薦を受けて、立候補する。またこの3党の推薦に加え、ズケラン長都市、玉城デニーラ民主党所属の衆議院議員や一部の地方議員からの応援も受けた。選挙戦の最中、沖縄防衛局が職員もしくは、職員の親族に、本市長選挙の有権者数を調査させ、 沖縄防衛局長が職員に対して宜野湾市長選で投票する要請席に呼びかける要綱は行った事実が発覚し沖縄防衛局による選挙への不当な介入の疑いが持たれた。また、違ハを支持する宜野湾市職員労働組合も違ハへの支持を呼びかける文書を配布していたため市職労側も地方公務員法、公職選挙法違反を疑われた。 選挙戦の序盤は、違反有利の情勢であったが、開票の結果、自民、公明、新党改革3党が推薦する、スケキマアに、約900票の僅差で敗れた。2015年9月頃は、志村圭一郎と並んで市長候補に押す声もあったが、自身は立候補を行わずに、志村の選挙対策本部長代行を務めた。2015年9月、 第24回参議院議員通常選挙に、オール沖縄の候補として、沖縄県選挙区より立候補する意向を表明した。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙において、得票率で57.8%の票を獲得して、現職の島尻愛子を下し、初当選。ありがとうございます。